この漫画が熱い、うん、今回のテーマは岩井花沢的上半期漫画大賞ですよっしゃはい、うん、岩井さん、上半期の漫画大賞、自分目線で決めるならどの作品ですかね、うん、やっぱあれだねアニメで見て、はい、漫画も見出したんだけどそのパターンですねうん、スキップとローファーだねー来ました スキップとローファーね、うん。スキップとローファー。はい,は,いはい、はい、うん、はい。これ漫画も良さそうですよね。漫画も良かったね。<ー>田舎から出てきた。はい。あの、みつみちゃんっていうこのね。うんうん、女の子。高校生。なんだけど。 田舎かからら出ててて、きたからこそ、都会ですれてなくて、うんはい、結構純粋まっすぐだから浮いちゃうようなところもあるんだけど、うんうん、登場人物のちょっとイケメンのね、はい、子役やってた島君ってていう男の子が出てくるんですよ。<laughs> はい、この子がまあ子役やっていろんな大人に触れて、うん、ちょっとしたなんか事件もあってやっぱ都会で嫌な思いしてもう。 すれて子役はもうほんと役者を辞めた男の子、はいうん、がそのみつみちゃんと触れ合うことによってやっぱこの純粋なこのみつみちゃんを見てね、はい、心が現れるっていうような感じのねストーリーでこの2人が仲良くなるわけなんですよ。はいうん、で嶋君はめちゃくちゃモテるんだけどみ、うん、つみちゃんはそんな可愛くないっていう設定でうん、うん、でみつみちゃんもね 志く君と仲良くしてるもんだから、はい、ちょっとしたこうやっかみみたいのも女の子たちからちょっと受ける、うん、わけなんですけれどもね。はいはいうんファンから、うん、でみつみちゃんに触れることによって、うん、自分の浅ましい気持ちとか、うん、こう嫌な部分が浮き彫りになるんですよね。わかるわ、はい、かるなんかみつみちゃんをちょっと志く君にチヤホヤされてるから疎、うん、ましく持ってしまう気持ち。 でもミミちゃんを見てるとあその気持ち自分が悪いんだっていうことにみんな気づいて自分を見つめ直してみんなこう純粋になっていくみたいなね結構やっぱこの登場人物たちはち、はい、みんなあの自己分析がめちゃくちゃうまいんだよね。で自分の嫌な部分にみんな気づいて直したいって思ったりとか、うんはい、私ってこういうとこあるからなっていう向き合っていく。 人たちなんだよね。なんか高校生の時とか逃げちゃいがちですけどね。<う>自分の嫌なとこから。でもあの無意識に逃げてんだよ。みんな、うん、で、うん、人のせいにしてんのあわかる。はい、うん、そうですよね。この子の性格が悪いから、私がこう思ってしまうんだ。とか、うん、嫌な気持ちするんだって。うん、でも、本当は自分が嫌な気持ちだと思ってるのは、この子が悪いからじゃなくて、うん、自分に嫌なところがあるから。 この子のことを嫌だっていうふうに思っちゃってるんだってそうそう、そうそうなんか自分のコンプレックスなところをこう,、うん、うまいことやってたりとかねそうすると、うん、わーってなりますよねそうだから自分を正当化するために人を悪く思っちゃってる部分がみんな誰しもあるっていうことなんだよねこの作品のね、うん、言いたいことは多分ね、うん、そんな中まあアニメ本編が、はい 終わったりなんかしてこれがねすごいところがあったんだよ。なん当にみつみちゃんって子は別に可愛いわけじゃないの。モテるわけでもないしもう言ったらそんな可愛くない方なんだけどやっぱ志麻くんはみつみちゃんのことやっぱ気になってるっていうか一緒にいたいの。きれいな純粋な女の子だし性格もいいから元気もくれるし。でつちゃんはは実 ちょっとやっぱ、島くんのことを好きになっちゃってるっちゃうよな、そら。わけなんですよね。はい、でも、私なんて、て島くんめちゃくちゃモテるしっていうので、なんか自分の気持ちをごまかしてきたんだけど、とうとうやっぱ急接近して、うん、なんか、みつみちゃんが気持ちをちょっと打ち明けちゃうようなところがあるんですよね。<ー>うん。島くんに。うん。ただ、島くんは、そんな風にはやっぱ想像してなかったです、うん、みつみちゃんのこと。う,うん。 そうか。うまあ、友達としてというか、人として、一緒にいたいってことですもんね。うん、そう。で、シマくんが、その、みつみちゃんの、その気持ちを断ってしまったら、今の関係が崩れちゃうじゃないですか。はい。友達として、なんか一緒にもいれなくなっちゃうかもしれないから、な,な,うん、なんか、そういう気持ちで、じゃあちょっと、付き合ってみるみたいな感じで。えー そそれれはでつき合っちゃうんですかでもこれがうまくいいかなんだやっぱり恋愛感情で付き合ってるわけじゃないからうまくいかないしでもみつみちゃんは付き合ってるもんだからちやほやしてくる女の子の前ではちゃんと彼女だって言ってほしいような気持ちがあったりなんかしてそんなこと言われるとしまくんも。 いやーみたいな。うん、ちょっとなんかなっていくわけじゃないですか。うん、そでギスギスして、で、あのー、もうずれがどんどん生じてくるわけ、うんうん。ずっと楽しい2人でいられたはずなのに。<laughs> あーあーで、このあとどうなるかっていうところがすごいんだ、これが。え <laughs> え、どうなるの教えて。<laughs> すごいんだ、これが。へ、えー。あーそこまで行くんだ。すごいな。 いやでもこの後いいんだめっちゃあそうなんですね、うん、よくなるんですねなんかすごいなんか破滅しか見えないけどでしょでしょはい、はい、でこれってもう交わらないじゃんって、うん、ねだって気持ち的に無理ってことですもんね気持ち的に無理だったらもうちゃんとした恋愛感情で付き合うこともないじゃん、うん、思うでしょはいでこの後すごいからなんだよ <laughs> 気になるよーへー うん、まあねそこまでいっちゃうねネタバレになっちゃうからもう読まないと、うん、なんだけど俺も思ったよもう無理じゃんってこの展開は無理ですよこの二人は結ばれることないくなっちゃうよねって普通のねの現実世界の,、うん、あの恋愛で言ったら、ね、絶対にもう交わらなくなっちゃうけど絶対に無理どっちかがトラウマになっちゃうもん絶対、うん、このあとはいいよかったねいいんですねいいそうなんだ、うん これやっぱ上半期良かったかな、これがね、えー、スキップ・トローファー、うん、<う>アニメだとそこまでは全然いってないってことですねアニメはいってないですね、うん、もう恋愛っていうところまではまあ恋愛なのかこれがどういう気持ちなのかっていうところで思ってるんですけどね、えー、じゃ続きをやってほしいですね、そしたらねミカちゃんっていう女の子がいるんですけど、はい、この子はもうおしゃれとか、うん メイクとかすごい頑張ってるんですよねうんまあ女子力高くてでまあ一見なんか垢抜けた女の子に見えるんだけどもうめちゃくちゃ頑張ってるのとにかく高校で一軍女子に入ろうみたいな感じでめっちゃ頑張ってるんだけど同じクラスにこの優月ちゃんっていう女の子がいてこの子圧倒的美人なわけですよね。 どんなに頑張っても、やっぱこういう子にはかなわないんだっていうふうに思うんだけど、うん、このゆずきちゃんもちょっと高校デビューしたというようなところが、ゆずきちゃんも高校デビューなんだあって、<ー>そう、ちょっと私だって頑張ってるんだよっていう。なるほど、そっか。 ことなんだけど、はい、その、ミカちゃんってこう、やっぱね、コンプレックスの塊だから、自分は、なんかね、あの、やっぱ、みつみちゃんのことを、やっぱ芋臭いと思って最初は下に見てるんですよね。はい、うん。私の方が垢抜けてるし、はい、なんかもうそのね、あの、おしゃれも頑張ってるし、みたいな感じに思うんだけど、やっぱ、みつみちゃんは、やっぱ純粋だし、性格が、やっぱ、歪んでないんで、それでやっぱね、見ちゃうと、なんて私は、あの、ね、 ダサン的で、うん、<laughs> こういうね、あのメイクとかおしゃれを頑張らないと魅力的になれないような人なんだっていう、いいうこの自己肯定感もちょっと低いんですよね。うん。そう,かそう。うでもちゃんとみつみちゃんを認めて、うん、なんかね、あのー、仲良くなるんですけど、ね。あ、仲良くなれるんですね。そう。だから結局。うん 読んでいくと誰も嫌な人いないんですよ。まあそうだよな、<ー>そうだよな。なんかちょっとちょっとひねひねくれたところというか、うん、なんかそういうところがこうちょっとも戻っていくっていうか。そう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 。うん、だ自分のね嫌なところと向き合って直していくんですよね。ねいい話だな絶対。なかなかでもやっぱ高校生できないよ。できないです、ね。自己分析はやっぱり、うん。 できない自分を傷つけるような作業だからね。はい、いやそうですよ。うん、だって、うん。今の自分でも精一杯生きてますからね、うんうん。そっからなんか変えようってなかなか。そう。うん、芸人はでもそうなんだよね。<え>なんかもうズタボロにされないといけない職業だからそのさ。はい自分が あのあちょっと触れられたくないなって思ってるようなとこずけずけ、うん、<laughs> 攻撃されるわけなんでそうですよね本当に傷つくよようなこと言われる時もまあ,ありますよ、うん、でもそれも言われたらちゃんと認めてね、うんうん、自分で受け止めて、うんうん、返さないといけないんで、うん、だからもうあれですよね自己分析 してないと心壊れちゃいますよね、はい。そう,そう、<laughs> そうですよね。うん、でまたその見当違いなこと返してもダメじゃないですか。ちゃんと理解して受け止めないとってことですもんね。うんうん、ああ確かに厳しい職業だな。でいなくなる芸人もいますよ。そりゃ <laughs> あ<ー> <laughs> あそうか。そうだよな。うん。なんか嫌なところつかれて、はい、あの。 あそこ触れられたくなかったなっていうままいなくなっていく人もいますね。うん、そうなんですね。うそうか、まあやっぱそこを守りながら続けていくっていうのはやっぱ難しいんですかね。触れられたくないとこ作っちゃいけないのかもしれないです、ね。うん。ああそうだ。そう。そうですね。どこでもいじってくださいよってこと、ね。そう、触れられたら返さないといけないし、うんうん、自分でなんか返せない。 で、はい、ダメージ受けすぎて返せないって、うん、自分でも気づいてなかったとか、うん、あの自分の中で見ないようにしてた場所なんで <laughs> 痛いっていうねああそう <laughs> それは自分の中で処理しとかないといけないわけですよね。それはあるな。うん。うん、うん。でこれそういうのが詰まってますね。いはい、見逃し配信はティーバーまで。 チャンネル登録もお願いします